このソシャゲではツッチっていう名前でモノさんって方と交流させてもらっていて、あとものすごく好きなフリーゲーム制作者のノベさんって方と交流するときだけヤマさんって名前を使ってますね。へえ、そうなの。思ってたよりはネット上の交友関係もあまりないのね。あ、いや、いやそうですよ。いくらどうしたの、タスク。見てらんねえ。モノさんとノベさんが僕にとって特別なだけです。本当に大切な方たちなんですよ。そこにあったのはまさにおおよそ考える限り最低最悪と言っていいタイミングで、ようやくスタートラインに立ったもの。あまりにも手遅れな本当の初恋を始めてしまった少女の切ないほどによるべない姿であった。